1932年来日したチャップリン一行。相撲見物をした際撮られた写真と思われる。高野寅氏は喜劇王、チャールズ・チャップリンの秘書、マネージャーとして有名な人物。広島県浅組八木村出身。広島の裕福な家庭に生まれる。1900年15歳の時に移民としてアメリカに渡った。当初はいとこを頼りに暮らしながら、 雑貨店などで働きながら現地の中学校に通った。1916年にチャップリンが運転手を募集していたため赴いたところ採用された。特にチャップリンが日本人を求めていたわけでも、高野がチャップリンのファンであったわけでもない。当初は運転手としての雇用だったが、後にチャップリン邸の秘書となる。チャップリンは高野の仕事に対する一途な姿勢に感銘を受け、 一時期への使用人すべてを日本人にしたほどである。また、チャップリンが日本 B 気であるのも彼によるところが大きい。高野に最初の子息が誕生した際には、チャップリンは自らのミドルネームをその名前として与えている。1932年にチャップリンが訪日した際にも同行。この時、5.15事件の前夜に皇居付近を自動車で走行中。 チャップリンに、車を降りて、皇居の方角に向かって会釈してほしいと依頼した。これはチャップリンに対する不穏な動きを察知し、印象を良くするために行ったものであったが、チャップリンは従ったもののその真意を図りかねていたと言う。1934年までチャップリンの下で秘書を務めた。チャップリンの当時の妻、ポーレット・ゴダードの浪費癖を指摘したところ、ポーレットがこれに激怒。 高野は自分を取るか、ポーレットを取るかとチャップリンに迫った後、自ら辞任した。ポーレットが日本人に差別意識を持っていたとか、高野の解雇を怖高にチャップリンに訴え、それに押し切られた、彼によって解雇されたという事実はない。その後チャップリンは高野に対して、再度秘書として戻ってくるようアプローチを試みたが、高野が秘書からの引退を考えていたこともあり、成功しなかった。 なお、その後チャップリンは高野に莫大な退職金とアメリカの映画配給会社ユナイテッドアーティスツ社の日本支社長の地位を用意した。このうち支社長の地位は日本での作品上映にあたる代理店としての権利を与えたものであったが、日本の工業習慣に高野が馴染まなかったため長続きはしなかった。高野はその後いくつかの事業を心を見るが、いずれも成功しなかった。 この間、妻、イサ美を病気で失っている。第二次世界大戦における日米海戦前の1941年6月、アメリカで日本軍のスパイ容疑で高野は FBI に逮捕された。これは高野と面識のあったアメリカ人俳優から日本海軍の士官との面会を依頼されて取り継いだ際にアメリカ海軍の機密情報を渡したという容疑であった。 実はこの俳優は FBI の放ったおとりであり、実際にはそのような事実はなかった。子息のスペンサーは高野の逮捕後にその待遇の好転を図るべく志願して軍隊に入営した。スペンサーはその後対戦中に日本軍と対戦する経験もしている。日米開戦後には日系人の一人としてモンタナ州の強制収容所に収容された。高野は 特に親米的な日本人として待遇も良かった。しかしながら、日本の敗戦後も収容が続き、6年間の抑留を経て釈放されたのは、戦争終結から3年後の1948年8月のことであった。釈放後もアメリカに留まり、ロサンゼルスのトゥールレイクディフェンスコミッティの事務員として、第二次世界大戦中にアメリカ市民権を失った。 日系人の権利回復運動にあたったほか、日本人移民のアメリカ永住権や国籍取得の支援を行った。1956年に第二次世界大戦中にアメリカ市民権を失った日系アメリカ人のアメリカ市民権回復運動への支援を日本で募る目的で日本に帰国した。晩年は故郷の広島で過ごし、1971年に 86歳で死去した。広島市浅南区八木町に残る、日の宮倉の土台。ありがとうございます。